ブロラのお時間になりました。本日のテーマはドメイン更新やめたということで、やめました。もう今回もねちょっと悩んだんですけどやめました。はい、これねもう 5,6 年前に取ったドメインなんですけど、当時オンラインサロンが非常に流行ってたんですよ。うん、でまあそのオンラインサロンに流行ってたから僕もオンラインサロンやろうかなみたいな感じでドメインを新しく取って、でいろいろ何やるかみたいな ずっといろいろ考えて、まあ最初ねもうワードプレスも最初にもう入れちゃインストールしてロゴとかも作ったんですよ。ね、DC4 クラブっていうねロゴを作って、まあその DC4club.com っていうドメイン取ったんですけど、で結局ワードプレスインストールしてでロゴも作ったんだけどずーっとやってなくて、で結局もうやめるという決断をしました。でまあブログで書いたのは、まあそもそもそのね、まあ当時オンラインサロンがすげえ流行った時期があったんですけど、その当時まあみんなが結構オンラインサロンに参入したんですよね。で多分その時ってまあ時代のトレンドだったりとか、あとはオンラインサロンっていうのは毎月のサブスクなので、まあ、収益が安定するだろうっていうところで、まあ、この2パターンでほとんどの人が入ったと思うんですけど、ただオンラインサロンを運営し続けてる人っていうのは多分その当時から 5,6 年前にその流行った時から比べるともうかなり縮小してるんじゃないかなと。日本一のキングコング西野さんもね全盛期は7万人ぐらいいたのかな、で今2万人ぐらいか2万4千人ぐらいらしいんですけども、だいぶ減りましたよね。そうで、オンラインサロンってやっぱ運営していくのはまあこれは西野さんも言ってましたけどめちゃくちゃ大変なんですよ。で僕が考えてたのは、要は僕ってまあねキングコング西野さんの場合は全盛期7万人ぐらいいましたよと、で今2万4千人ぐらいらしいんですけど、まあそうは言っても2万人以上いれば月額で、まあ、西野さんが取ってる金額って980円なんですね。なんだけど月でボリュームで言うならば2300万ぐらいになるわけですよ。だから年間で2億以上ですね、まあ、数は減ったとしてもですよ。で僕がじゃあその何万人の規模のオンラインサロンを運営できるかっていうと、まあ、できないわけですよ。そもそも数がないので、現実的な話をすると多分30名ぐらいなんですよ、うん、で30名で980円でやった場合、まあ、3万円ぐらいじゃないですか。これ3万円をずっとオンラインサロンを運営するのってまあ結構しんどいぞと。でまあいろいろ考えて、数がそもそも少ないから、じゃあ単価をじゃあ月1万のオンラインサロンにしてみたらどうかとかも考えたりとか、あとはまあブログにも書きましたけども、フロントエンドっていうポジショニングでオンラインサロンやって、そのフロントエンドってポジショニングでオンラインサロンやって、でそのオンラインサロンのメンバーだけに特別なオファーでバックエンド売っていくっていう、まあ、ことも考えたんですけど、いやだったらそもそも普通にフロント商品作って普通にバックエンド売ればいいじゃないかなみたいなね。ああでもないこうでもないを考えて、結局、まあ、やらないっていうね、最終的に今回決断をして、でまあロゴも作ったしワードプレスもインストールしただけども、ドメインは更新しないということにしました。うん、でまあここから学べる教訓として、まあブログにも書いたんですけど、数年前ねクラブハウスみたいなの流行りましたよね。みんながそのクラブハウスだハウスだみたいな感じでうわーってみんなやってましたけど、今どうですか、ね、あんま聞かんでしょ。だから今流行してるからとかなんかそういう感じで入るとまああんま良くないなっていうところですね。だからまあ僕の反省点なんですけども、まあ僕も人間ですからね、やっぱその流行がトレンドがあったらトレンドに乗りたいなみたいなあるわけですよ。うん、でもまあ今回まあそのドメインどうする、毎年悩んでたんですよね。毎年悩く更新するかどうか悩むっていう、もうええわと。うん、まあ、ね、しかもねロゴも作って、しかも LINE アットもそれ専用のね LINE アットも作ってたんですよ。うん、LINE アットも作ってたし、ロゴも作ったし、ワードプレスもインストールして、で、ちょっと文章書いてたんですよ。だけど放置状態が5、6年続いて、もうええわっていう話ですね。だからやっぱね、影響されますよね。だから影響されるっていうのは悪いことではないんだけども、まあ今回の僕の学びですね。あとはまあいつかやろうっていうのはね、いつかやろう。まあ、ドメイン更新してね。まあ、ドメイン更新ってそんな高くないじゃないですか。1ドメイン。まあ、ちょっと昔に比べると価格帯は上がってますけど、そうは言っても、ドットコムは1700円か800円かな。だから、1ヶ月で換算すると、100何十円じゃないですか。1年間で1800円ぐらいなんで、更新料がね。
じゃあ月で100いくらじゃないですか。それ日で割ったらいく、もう数円になりますよね、多分ね。数十円とか数円とか。だからそんなにあれなんですけど、結局何がその奪う、お金は大したね、取られないわけじゃないですか、そう考えると。だけどやっぱね、時間がね、取られたなっていうところですね。それを結局やらないようにああだこうだ考えてしまったっていうね。その今流行してるオンラインサロンが流行ってるからっていうことでドメインを取ってね、ちょっとやってみようかなと思ったんですけど、でいつかやろういつかやろうっつってね、いろいろ考えて、でそこに時間を使ってしまったっていう、だからこれはね、しくじり先生ですよ僕の。これを教訓にしていただいて、いつかやろうはやらないんで大抵は、いつかやろうはね、ほんとね、いつに経ってもやらない確率が非常に高いです。で、あとはやっぱりただ流行だからとか、そういう、その、なんだろうな、その深く考えずというか、なんか、それでなんか多分飛び乗るっていうのはあんまり良くないかなっていうところですね。よくやっぱ考えるべきだし、要はその後の時間のリソースなんですよね。だその瞬間しっかり考えとけば、僕は5、6年ここに対してドメイン更新するかしないかっていう時間も取られたし、サービス内容どうするか、価格帯どうするか、どういうふうに案内していくのかとか、いろんなマーケティングとかね、いろいろ考えてたわけですよ。だけど結局やらないので。だからね、いや、でもな、だからもったいないお化けも出てくるんですよ。いや、もう何も回収してないから、回収した方がいいなとかね、いろんな考えがいろいろできたんですけど。いや、だったら違うところに時間注ごうって思いましたね。で、そもそもやっぱその本当にオンラインサロンって、やっぱ毎月こうやっていくっていうのはやっぱ大変なんですよね。労力的に。その運営ですよね。だから会社を運営するみたいな話なんですよね。で、会社を運営するって超大変なんですよ。だからオンラインサロンも同じような感じで。まあ同じような感じとかちょっと意味合いは違うかもしれないですけど。ただ商品を売るっていうわけじゃなくて運営になってくるので、だフロント商品っていう商品を売ってバックエンドを売るっていう概念ではなく運営になるんですよ、これは。だからこれはね、ちょっとね、全然違ってくるんですよね。だからね、キングコング西野さんのそのオンラインサロンの裏側というかね、まあ結構ラジオとかも僕聞いてたんで、いや、めちゃめちゃ大変ですよみたいな、でもほとんどみんなうまくいってないですよみたいな、まあ、そりゃそうだよな、大変だよなみたいな。そりゃ大変な運営だからね。だからその運営っていう概念があんまないんでしょうね。まあ僕も最初はなかったんで。そう。で、毎月お金もらってるわけですからね。そう。まあそこに対するあとは精神的な負荷でしょうね。毎月お客さんからお金もらってるから、どうやって運営していこうってずっと考えていかないといけないわけじゃないですか。そこにリソース書いていかないといけないんで。まあ仮に僕が、バックエンド商品で、まあ、塾とか運営、塾を運営してなかったらいいんですけど、塾も運営していて、今、コンサルもやってるわけじゃないですか。コンサルも塾もやっていて、このオンラインサロンもやるってなると、僕一人でやってますから、やっぱアッパーなんですよね。リソースがやっぱ割けないっていう、パッションが割けないっていう。だから、運営に関しては、やっぱ塾一本、ドリアク一本にした方が僕はいいなっていうか、てか、それしかできない。一人でやってるからね。まあ、それがカスタマーサポートチームとかいて、組織でやってるんだったら、もう何個も運営できるかもしれないですけど、一人でやってるから、そんなにできないですよね。で、一番やっぱ僕がパッションあるのは、やっぱドリアカなんで、で、それももう8年運営してるわけです、8年ね。で、それはパッションあるからできるけども、この一番パッションがあるドリアカと同等にオンラインサロンを運営し続けられるのかって考えたときに、まあ、ちょっと難しいなっていうところですね。なんで軽い気持ちでね、なんかそのトレンド、流行だからっていうところでやると、まあ大抵おあこになりますので、そこは始める前にしっかり考えていただいた方がいいと思います。結局その子考えないといけないんで。まあ今回僕は始めなかったですけど、始めなかったとしてもすげえいろいろ考えたし、じゃあ始めたら始めたで、そこの運営していくためにどうやって運営していくかっていうところでいろいろそこにリソースかかるので、僕は始めなかったんで、始めたその後のそのリソースっていうのは、ね、なかったですけども。これね、スタートしてたらね、今どうなってたのかなと思いますね。もし当時ね、まあ僕なんかすぐやる、一応すぐやる、やれみたいな話でよく言ってるじゃないですか。でもこれはね、すぐできなかったんですよ。いろいろ考えてたんでね。これをもしね、すぐやってたら、今どうなってたのかな。まあやってた未来とやってた、
それ分かんないですけどね。まあ、やってたらやってたら違う未来あったかもしれないですけど、ただ、リソースはないと。うん。経営判断ですね。一人でやってるんで。まあ、100歩譲って先ほども言いましたけど、塾運営してなかったら、まあ、そこにね、リソースかけるってのは全然いいんですけど、やっぱ塾運営してるんで、で、今、個別のコンサルもやってるから、って感じですかね。はい。まあ、ということで、まあ、5、6年悩んだね、ドメインとかサービス内容を今回、バサッと切りました。やりませんと。まあ、でもね、商品作ってきますよ。商品は作って売ってきますので商品は作って売ってきますんで、いつも通り。はい。ということで、まあ、これはね、一回読んでいただくといいと思いますね。結構、これ大事だと思います。僕みたいに失敗したくないでしょ僕もありますよ。当時本当にオンラインサロン流行ってましたからね。どこかしこもオンラインサロンだみたいなね。そう、みんなサロンやってたんで、はい。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。